The Wheel of Fate is turning. はい、というわけで1回戦第1試合ソバンクでミューの組み合わせです。さまずラスリーが刺さって端に押し込んだ。しかし起き上がりから暴れてって画面端、さあ、そしかしまた調理を詰められて、ここでバスト。さあ、体力ちょっと一気に持ってかれましたが、まだ終わらない。さあ、2、3、4が当たって、画面端に逆に押し込んで、6B 届いた。さあ、バースト吐いて、お互い状況を振り出しに、戻してって、バンが詰める。さあ、ビットあるんですが、もう使い済み。さあ、ここで、ストーン出したんですが、これは当たらずの、さあ、また中央で差し合い。さあ、3C 下がって、置き止め。6B 今度スカイガードしたんですが、ラビットから 2B が刺さる。アメハチの投げを取らずで、逆に押し込まれた。さあ、そこでディークギからバングが行って、さあ刺さったんですが、空中に逃げていた。さあ、捕まえるか。ここでバングが最後の釘を投げて捕まえた。押し込んで、立ち上がりにタッチ A が刺さって、アメハチなのでコンボが伸びる。アシラまで繋いで、さあ、まずバングが1セット。さあ2ラウンド目、さあ開幕ジャンプ誌は届かずの、さあ 6B が刺さる。しっかりとコンボにつないで、さあ運んでった画面端、起き上がりにオプションも使って崩していく。端でコンボがつながって大体3000ぐらい。さあダウン、まずここで爆破からまた起き止め。さあダッシュが届かなかったか、投げがちょっと使っていたぞ。さあクナギが取る。逆にバングがクナギから拾っていって、画面端、さあここからジャンプし2C 重ねて、さあ調理読んだ、読んでおっと 2A が刺したんですが、バスト。さあ 2C、 そうさあ 2C ガードしてジャッシュ B 刺した。さあタイルスターは奪還ミューが有利だが、さあ D クギからバングが行って運んでおきてね、 4B が刺さって、これはそのままコンボ5と、とりあえずバングが、バングの勝利です。はい、はい、次の試合、狭間使いの川越さんと、バイト使いのミードさん、いらっしゃいますか。さあ1回戦第2試合の方、バレット対狭間の勝負です。さあまずはバレットが距離を詰めていって、狭間がこれを返して、さあバレットここでオーバーダイブ。さあ一気にヒートが2になるのか、これは。さあ勝利で切り返す。さあ起き上がりに 6A からしっかりと中央のコンボでダウンを取って、さあ続けていく。さあここで狭間が 2B から暴れていく。さあ最初からのコンボはちょっとミスってしまったが、また起き上がりに 6A が刺さって、バレットのコンボが画面端に押し込んで D で締める。さあ起き上がりに中段から捕まえて 6A 繋いで、さあここでバスト。さあタレスは若干厳しいものがあるがまだ上がらない。さあここで 2B からジャイクが刺さる。さあジャイクはしっかりとと思ったんですが、ちょっと届かなかった。さあしっかりまだ狭間側が少しずつ削っていく。さあ攻めて、さあ 6B 当たらず、もう一回ジャイクゲージがあった。さあ今度はしっかりと拾って、さあジャンピング繋いで落としていく。さあまだ行ってた、ここで勝利をラピって、バーレットが危なかったんですが1セット。さあ2ラウンド目、まずは距離を取ったバレットがオーバーヒートから、まずヒート1ですか。さあそして起き上がりに下段を刺して運んでいく。さあバレットが固めていくんですが、さあ対抗はちょっと失敗。さあロケが刺さって画面端、しっかりとコンボを決めて、これは D で締めるルートですか。 D で締めた。さあそしてオーバーダイブでこれでヒートに、さあ捕まえて、これは厳しい。さあ確定技が入って、若干残らないのか、残らない。バレット、はい、ソ連対ジンの試合となりますね。先週の日曜日で、プリキュアも終わっちゃいましたんで、さあ陣対白面、まずは距離をとお互い取っていったんですが、すぐに陣が攻めてきた。さあ起き上がりに石化陣が見えたぞ。まあ当たれば OK ということで、しっかりコンボにつないでいく。さあ置き攻めをして若干逃げられてしまった。さあタッチ大工から投手撃につないで、
さあダウンを取る。そして置き手目にもう一回 2A から空投げ通してしっかりとコンボ決めてった。途中でしっかり繋がってなかったのはなんだ、繋がらなかったのか。さあ吹雪からピオクが入ってまだ残る。さあジンが攻めていって端で固めにいく。白面はさあジャンビーで返してしっかりとコンボを決めて置き手目。さあ 6C をガードしてジャンシもガード。さあお互い上から行ったのは白面。さあもう一回返してジャンテスが当たる。さあバースト、ジャンシーが当たってしまった。まずはジンが1セット。さあ2ラウンド目、ジンのジャンシーがカウンターしたんですが 2D で拾えず。さあジンが行く。さあ 2D も当たらずで白面がここで来た。アギト6秒届かない。さあ D も使ってしまったか。でゲージは溜まる。さあ 2D が当たって 6B、 これも当たって、さあちょっと何か見せてしまった。バースト入っていく。最小剣はしっかりと当てにてゲージ回収。さあジャンシーが当たってジャンディーまで繋がった。しかし地上は繋がらない。さあ 2D を当て身で取っていく。さあギトを使ってめくられてしまった。コンボを繋げてジンがしっかりと参戦。さあ押し込んだんですが、さあ投げをしっかりと避けて白面がジャンピーからコンボを決めて落としていく。置き攻めはこれ様子見。さあ競技を取って 2C が地上ヒット。さあ 3C 当たる。起き上がりはこれは四つ見と思わせと向きながらの立ち火。さあ投げから CD 混ぜて急投げ紫は抜けさせてとジャンシー。さあ投げが通ってしまった。これはゲージがあったのでアストラルに。レイカチャンネルよろしくさんの勝利。はい、では次の試合、ミュースカイのケバさん対マコトスカイのモフモフさん。はい、6人が空いた。僕の邪魔をするなら容赦はしない。さあ知ってる人は知っているミュースカイのケバさんでございますが、さあ誠対ミュー。さあ最後に距離を取った誠、ミューに対して誠はもう一手読みだったのか突っ込んでった。しかしすぐに距離をまた取られてしまってこれは厳しいか。さあ攻め役、さあここで行った、行って逆に画面端。さあミューは前行ったり後ろ下がったりで忙しい。さあオプションが少しずつ増えていって、ここでオプションの硬直に2を刺しに行ったんですがバスト。そしてここで逆に、誠のバストしてタチリーがカウンター。これは画面端なのでコンボが繋がってしまう。さあ3000で置き攻めはこれは回避。さあ 2C で逆にターンを取ってった。さあ勝利は使ってタチリーがカウンター。しかしレーザーが当たってしまったので残念ながら若干安くなってしまうが、さあまだ体力が誠有利でここで当たっジャンプ攻撃当たってコンボに繋がる。さあ端押し込まれて、さあここで勝利。さあここでラピッていったので逆に状況有利でしょうか。さあジャンニシーが当たる。特に繋がらないけどジャンニシーで有利を取って 6B が刺さった。しっかりと画面中央でも繋がる3000コース。さあちょっとここは落としてしまう。さあジャンニシーで読んでいたのか、しっかりと対空と言っていいのか。まずはミエが1セット。さあ2ラウンド目はさすがに今回はおとなしく。さあどこに 6B が刺さってレーザーが当たって 6C 渡らない。さあジャンシーが刺さったんですがそこはおとなしく、そこまで。さあ誠が固めていく。ミーはそれをなんとか逃げてまた距離を取る。さあミミヤさんダッシュ 2B が刺さった。ここは起き上がりにレーザーを重ねていって、さあオプションでしっかりとまずは展開。さあダッシュ勝利は当たらなかったんですが若干休めに終わったか。まあバースト入っていく。さあまたミュー側に攻めていったんですがまたジャンニシーが空中ヒット。それをしっかりと拾われて、さあまた距離を離される。さあ 6A ダッシュ 6A しっかり当たってバスト。さあ迷いがない。さあジャンニシーがまた空中ヒット。今回はラピッドのでノーマルヒットでもつながるとコンボにつないでケバさんの勝利。はい、
では次の試合、白面使いの粉末さんと、狭間使いのアズラエル楽しいねさん。